はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、これスターブラスト、これのね正しい使い方っていうことでサンダードラゴンやっていきたいなと思います。でサンダードラゴンなんですけれども、やっぱね上級モンスターが多いデッキに対してはこのスターブラスト相性めっちゃいいかなと思ってちょっと目をつけたんですよね。でメンバーの方でですねサンダードラゴンよく使っている方がいるので、その方たちにどう思うみたいな感じのことを聞いていろいろ話していくと、どうやらレビオニアいらないぞとなったんですよ。なんでかっていうと光の援軍とかが絡まないとなかなか墓地越えなくて、でそうなるとレビオニア出せること少ないなーってなったんですよね。やったらもうレビオニア抜いちゃおうっていう風になりました。でじゃあレビオニアってまあバック干渉したりモンスター触ったりとかするじゃないですか。じゃあその役割どうしようかなって思った時に、スピリット系のカードいいんじゃねって思ったんですよ。でスピリットってどういうカードかっていうと、このアマテラスだったりだとか、サジンの悪霊だったり、ホウとかですね。こいつらって、エンドフェーズに自分の手札戻ってくるんですよ。だから、毎ターン毎ターン使えるっていうのがすごくいいところなんですよね。で、プラススピリットっていうのは効果がめちゃくちゃ強力なんですよ。例えばこいつはセット入りしかできないんですけれども、リバースしたら、このカード以外のフィールドのカードすべて除外します。めっちゃ強い。で、さらにサジンの悪霊は、召喚かリバースした時にフィールド上の表側表示モンスター全て破壊する、こいつ以外で。砲は、逆に召喚リバースした時に相手フィールドにセットされた魔法トラップ全部破壊です。だこいつで、砲とアマテラスでバック干渉で、サジンとこのアマテラスで、相手のモンスターを触っていくみたいな、まあ、そんな感じのカードなんですよね。でプラススキルバンデットにすることで、ライフポイント1500以下の時に相手の伏せカード1枚取るんですよ。ずるいよね。まさにキースっぽいスキルなんですけど、これスターブラストと相性良くて、こいつらのレベルをね、5個下げたらバンデットできるんですよ。だから相手の後ろバンデットと鳳凰とアマテラスで触っていきながら、前はまあシンクロ体と、サジンの悪霊で触っていく、まあ、そんな感じのデッキになります。結構ねキング隊でも連勝できて強かったので、ぜひぜひ皆さん使ってみてください。じゃあちょっとリプレイとランクマやっていきましょう。はい、ではやっていきます。相手ブルーアイズですね。ブルーアイズ相手にこれ本来だったら自己判なんですけど、これスターブラスト使って、ライフをですね2500払います。でこいつのアマテラスのレベルを、はい、4にしていきます。5個下げてね。で、アマテラスセットターンエンド、これめっちゃ怖いよね。アマテラスあるからさ、このアマテラスを相手潰さない限り全部除外されちゃうんですよ。でしかもライフ1500だからバンデット圏内になるから、1伏せなんかじゃ伏せたらダメなんですよ逆に。でここブルーアイズ無理やり出してきて、でオルタナティブになって、オルタナティブで破壊するんですが、これね対象捉えた時、アマテラスが裏側守備表示のこのカードが対象捉えた時ですね、どうなるかっていうと、こいつ表側守備表示にします。でその後に自分はデッキからワンドローします。でここでルール改定で、アマテラスはそのまま破壊されちゃうんですけど、とりあえずワンドローはできるって感じですね。でアドは一応回復できるって感じです。でカード引いて、これじゃあ動けないなーっていうところなんですけれども、トップでしっかりカード引いていきます。はい、ドロー、黄金筆ですね。だこの時は最初エネコンとか入れて21枚とかになったんだけど、いやっていうかこれ普通にこういう風なその黄金筆とかここの獣入りしたりとかスターブラスト入りした方が強くねっていう風になって、で20枚にグッと凝縮しました。で黄金筆使ってこれ除外して、はい、雷電流サンダードラゴン出します。そしてサジンの悪霊召喚、サジンの悪霊が召喚に成功したので、はい、フィールドの表側表示の自分以外のカード全部破壊す。これめっちゃ強ない？アマテラス鳳凰とスキルで後ろ触って、こいつで前触って、はい、ガラ空きになりましたよねみたいな。じゃあですよ、はい、光属性と闇属性いるので、雷合流出します。で、雷潮流で獣蘇生させます。はい、クリボール1枚貫通ですみたいな、まあ、そんな感じになります。はい、ひょいひょいと、でバトル殴って勝ちという風な感じになります。こんな感じの動きしていきます。はい、では、やっていきましょう。次はですねこの鳳凰がいるので、この鳳凰の使い方的なところを話していきたいなと思います。で今回はスターブラスト絡んでなくて普通のサンドラの動きになります。雷獣流雷電流効果って感じでございますね。
で、雷合流取ってきながら、はい、雷獣流出します。で、この時に僕雷鳥流2枚構築なんですよ。だからできる限り雷鳥流っていうのはデッキの中で1枚は置いときたいんですよね。だからここ雷鳥流を取ってくるんじゃなくて、雷獣流取ってきます。そうすることで、まあこの除外された雷獣流経由で出たモンスターっていうのはエンドフェーズに手札戻るんですけど、この時に雷獣流だったら次のターン雷獣流効果で雷鳥流をまず回収するんですよ、手札に。で、その後雷鳥流効果っていう風に動いていくことができるので、まあまあまあ雷鳥流より雷獣流の方がいいかなって思いました。で、こうやって立てて殴っていきます。そうすると相手はまあ守らざるを得ない、はい、こうなります。で、次のターン相手はトップで引いたモンスターセット。じゃあ、後ろ怖いですよね。で、後ろ怖いんだったらどうすればいいのか。破壊しちゃえばいいんじゃないかっていうことですね。はい、砲を出します。砲を出して全部セットカード破壊ってなるタイミングで、ここで土球部隊で逃げてきます。こうなると、まあ相手の伏せが全部飛ぶわけですよ。1枚だったとして、2枚とかだったらとしてもね。で、雷合流出して、はい、雷獣流サーチするので雷獣流で雷鳥取ってきて雷鳥出して勝ちみたいな、こんな感じのワンキルが取れます。はい、ではやっていきましょう。ハンドとしては結構いいっすけど、まあ封印の黄金室から入るか。封印の黄金室から入って、はい、雷獣流ほいっと出してですね、こうして、で、はい、雷電流こうやって出します。で、この後にもうしょうがないからシンクロします。ここでコーラルドラゴンになっておきます。まあコーラルの方がよいしょ。で、こうして、こうして、まあ、コーラルの方がさ、次のターンに仮にこいつ破壊されたとしてもワンドローできる点がめちゃくちゃいいんですよね。これでターンエンドします。で、相手はコーラル残しちゃうと、1枚破壊されるし、こっち残しちゃうと次バルブ込みで7シンクロされちゃうしみたいな、結構これ嫌っちゃう。はっ、ネオヒュー強っ、やばい。おこれあれやって、ブラマジアと思っててん。ちょ、ごめんって、ごめんそれは違う、約束と違う、ちょっと約束と違う。ネオス、なんかネクロバレーとか張んなかったら大丈夫だよ。ネクロバレーとか飛んできたらマジで死ぬ。なんかフェイバリットヒーローとかついて、あ、よかった普通にセットやった、助かった。はい、オッケー。まあコーラルが殴られたことによって、はい、1枚ドローできます。まあコーラルはフィールドから墓地に行ったらドローできるんですよね。まあ微妙やな、こいつ、こいつ微妙やな、すごい微妙やな。はい、ではドロー。あ、バルブもう一度引いちゃう。あ、じゃあこれはライフを2500減らすじゃないですか。あ、小ずさいっぽいな。まあいいや、こうして、で、バンデット強っどんだけ強い。で、これ先にさ、こいつ出しとかないとまずいわ。ひょいひょいで、バルブの効果使って、バルブの効果で、あ、まあ別にどっちでもいいか。まあいいや、いいね、いいね。で、こうして、で、バルブ効果、アマテラス落ちたんか。で、サイフレームロードゼータ出して、ほっ、ゼータ出して、で、雷獣流効果で、ほっ、で、再フレームロードゼータでここ除外するじゃないですか。で、雷獣流の効果でよいしょ、まあこの辺とか出しといて、で、アドバンス召喚とかでもいいんですけど、ここはグローアップバルブ出してですね、ブラロなります。まあブラロ効果使わないんだけどね、使ったらダメ。で、よいしょ、雷鳥流サンダードラゴン効果でよいしょ、雷獣流盾出せば、これでクリボール1枚は貫通です。バトル対戦ありがとうございました。どうでしょう、こんな感じでね、サンドラって結構バック干渉苦手だったんだけど、
バック干渉をスターブラストとバンデットでできるっていうのも結構強いところかなと思いました。まあ、あんな感じでスターブラストはあんまり腐ることはなかったですね。